はい、こんにちは、こんばんは。今回はですね、バトルスピリッツのデッキ紹介で、今回はですね、アルティメットサジットアポロドラゴンですね、こちらを使ったデッキ紹介していきます。まず枚数からいくと、アルティメットサジットアポロドラゴンが3枚で、ノバが1枚、アルティメットのヒノコが1枚で、ドラグサウルスが1枚ですね。で、スピリットがヤマト1枚、ブレイジングドラゴンが2枚で、ヒノコが3枚、アスケラドラゴン3枚で、ネオワークが3枚で、ルクバードが3枚、デブリザードが3枚ですね。で、ブレイブがフェニックキャノンが2枚だけです。マジックが、装甲機弾が1枚、絶好標準3枚、キャノンボールが3枚、で、爆裂が2枚で、エナジーバーストが2枚ですね。で、あとはネクサスで、灼熱が1枚に超新星の輝きが2枚ですね。はい、合計40枚のデッキ合成になってます。で、やっぱりあのメガデッキ使ってみてなんですけど、メガデッキの中でやっぱりこうアルティメットサジットアポロドラゴンがやっぱりこれ強いんで、はい、まあ、ダブルトリガーでヒットした回数、ヒットしたら、1万5000以下のスピリット1体破壊ですね。それが2回行くんで、まあ、やっぱりこいつが出てくると相手の場が吹っ飛ぶんで、アルティメットサジットアポロを、出すために特化させたデッキにしました。やっぱり赤は他の色に比べてこうスピリットソウルがですね、この違いのスピリットが多いんで、今回はヒノコ3枚と、ルクバードとレブリザードですね、ここら辺が3枚積みで、合計9枚入ってます。で、エクスムゲンドラもいいんですけど、僕持ってないんで、はい、まあ、手に入ったらレブリザードかルクバードドラゴンですね、ここら辺をどっちかエクスムゲンドラに変えれたらなって思ってます。で、他のアルティメット枠が、ノバーが1枚ですね。ノバーは、こいつはですね、スクエット、アルティメットサジットアポロが、三流神なんで、三流神のコストを軽減するために、超新星の回帰ですね、ここら辺の効果で、コストが下がるんで、まあ、ライフ回復も、まあ、簡単に狙っていけるということで、まあ、1枚だけ入ってます。まあ、保険ですね。はい、で、ヒノコが1枚ですね。ヒノコはもうドローカードと、軽減確保ですね。軽減確保に1枚入ってます。で、ドラグサウルスは僕の好みですね。本当だったらこう、キノコが2枚のがいいと思うんですけど、はい、やっぱり僕はこのドラグサウルス好きなんで1枚で入ってます。で、スピリット枠が、スピリットソウル持ちと、場に残りやすいネオワークですね。で、アスケラドラゴンは、ブロッカーですね。はい、ブロッカー要因として3枚入ってます。で、あとは防御カードに、ヤマトとブレイジングドラゴンが2枚。で、ヤマト1枚ですね。で、まあ、相手の場を破壊するためにフェニックキャノンが2枚だけ入ってます。まあ、コスト3以上の合体なんで、はい、ここら辺ですね。はい、コスト3のヒノコとかアスケラ、でネオワークあたりに合体して、はい、激突しに行きます。で、マジックカードが、ソユクランブじゃなくて、今回はキャノンボールが3枚ですね。はい、やっぱり相手のサジットアポロを止めたいっていうのと、あとは2枚以上のアルティメットトリガーヒット時に、まあ、キャノンボールが見えてるだけで相手に牽制になるんで、まあ、ここが3枚ですね。で、あとは防御カードの、バーストが3枚入ってます。はい。じゃあ今回はこんな感じで、アルティメットサジットアポロドラゴンのデッキ紹介でした。